やばいです。こんばんは。広島県出身22歳のヘピコトシモトユカです。ちょっとすごいです。髪がもう。ヘッピーでーす。はい、はいはいはい。あ、頑張ってるさんに元気もらえる。ありがとうございます。いえいえ。全然全然。え、すごい。ハローだってハロー。すごいな。最近は海外の。方が見てくれているのを英語話せるようにならなきゃいけないですね、これは。ハロー、ハロー。ハロー。いいですね。いや、ごめんなさいね、髪がもうひどいと。ひどい、オブザひどい。そうですね。今日は何食べたかな。今日食べたものを紹介したいと思いますが、今日食べたものもちょっと思い出せないですね。思い出せません。今日は何か食べたんですけど、何食べたかな、忘れました。なんか食べました。でも、ブログ良かった。ああ、ありがとうございます。あ、そう、チーク菓子ね、メール取ってくださった方はね、知ってると思うんですけど、ももたんと昨日ね、一緒にやったんですよ。休憩時間にチーク菓子を、なんかゼリーができるチーク菓子だったんですけど、こうプリンみたいになんかカップに水を結構入れて、で粉を混ぜて冷蔵庫に入れておくと、こうカップにこう入れてパカッてやると、なんていうの、このプリンの型みたいにプルンってさできるゼリーのチーク菓子をももたんと2人で一緒にやったんですけど、なんかさ、作り方多分間違えて固まらなくて、なんか一生固まらなくて、あの水ができました。ゼリーを作るためにチーク菓子を作ったら水ができましたね。はい、失敗しました。それは食べましたね。いやー、なんかね、チーク菓子って意外と難しいよね、やっぱりね、頭がいる。この前めいっことケーキのやつ、ケーキのやつやったことあるかな、ももたんと結構いろんなチーク菓子で遊んできたな。なんか何があったっけな、お寿司とか、なんだっけ、何やったっけ、なんかいろんなのやった、もう忘れたけど、うん、わかんない、むずいむずい。そう、ちょっと難しいですね、できなかったです、うまく。お寿司だっけ、なんだっけ、違うよ。いや、お寿司やった、お寿司もやったし、なんかフルーツ屋さんみたいなのもやったし、あと中坂とね、なんかやった、覚えてないもん。あ、ドーナツ作ったっけな、中坂とはドーナツを作った。お寿司あったっけ、お寿司も作ったか、ももたんとお寿司作った、覚えてないな。なんか赤い汁を
なんか上から垂らしてやるとなんかイクラとかができるやつやった気がするけどな。いや覚えてない。なんかね、ねるねるはなんか水を入れて粉入れてくるくるっとしたら勝手にできるんですけど、他のなんかやつ、なんかなんとか屋さんとかそういうなんだろうな、お店系のやつ、なんかドーナツ屋さんとかお寿司屋さんとかそういう本格的なやつはもう難しくてわからないですね。あとうまく作れない。まともにできた試しがないですね。ねるねるは簡単ですけども、なんか難しい。そうなんですよ、昨日失敗しちゃいました。いろいろやったな。いや、うん、いろいろねやりましたよ。覚えてないけどね、もう覚えてないけどいろいろやったよ。覚えてないけどね。今は何時だ？10時ですね。早い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 。あ、いや結構ね難しいよ本当に。でもね、わかんない、結構わからないですけど、一番難しい曲は何ですか。え、一番難しい曲は、なんだろう、わかんない、全部難しい全部全部です。簡単そうに見える曲にも意外と決まりがあったり、なんか自由に見えて自由じゃないところがあったりするの、意外と難しい、意外と決まりがいろいろあるけど、一見見てるとフリーなんだなとか、なんかここはフリーがないんだなって思うけど、意外とねこうフリーがあったりとかするんですよ。だから全部難しいけど、難しいです。うん、難しい難しいけどね、ありがたいことですので毎日頑張っております。もう終わったら絶対になんかお風呂にゆっくり浸かりたいと思います。でも優しい先輩とか、なんだろうな、まあ出たことある先輩、なんか出たことあるあの公演の先輩とかもいるじゃないですか。だからなんか聞いてもすごい教えてくださるし、あと一緒に練習とかしたりもして、なんかもし私が違う風に覚えてたところとか、旧規制は、まあ、出たことないものばかりなので、そういうの知らない旧規制に先輩がこういう振りだよっていうのを教えてくれたりして、優しくていいですそう、だからそれの正しい振りを旧規はみんなちゃんと体に叩き込めるように、うん、そう頑張っています。本当に優しいですね。そう、私たちは実際にやってたらなんだレッスンを受けれたりとかするけど、もう今はもう覚える手段が当時の振り振りしかないから、それを見てみんな旧規制は覚えてるから、一からだから細かい振りとかがやっぱりレッスンとかを当時にいなかったから、細かいところとか見づらかったりとか分からなかったりするから、そういうのとか教えてくださってくださって最近私はちょっと頭がパッパラピーになっていて、覚えることが多すぎて人の話とかなんか自分が何喋ってるかよく分からなくなります。キャさんは
よく物を忘れるって言っていました。みんな何かに必死になると何かがちょっと何かに追えなくなるあれがありますね。私はキャーさんはもう忘れ物する、フさんは話が右から左正しい、なんかダンス関係レッスンとなんか公演に関することはしっかり入るんですけれども、なんていうの、新しい振りはこうだよとか立ち位置はこうだよっていうのは入るけど、今公演に関係ない全ての話は全部右から左だし、自分が何話してるのか全く覚えていません。今日朝食べたものさえも思い出すのにすごい時間かかります。そうだからね、ちょっと変なことを言ったらねごめんなさい。あ、またハロー、ハロー、ハローがいっぱいです、ありがとうございます。ハロー、ハロー、そんな感じですね。でも楽しい、楽しいです、楽しいけどね、楽しいです、以上に。なんか見てほしいな、今回はいつもはの公演だと DMM さんと、今はその6人のなんだろうな、6人公演なので、なんだろうな、 YouTube さんでの配信がちょっとあるのと DMM さんの配信が主になるんですけど、今回の12周年のやつは他にもいろんなもので見ることができるので、 LINE ライブとかね、多分今の時代ほとんどの人が LINE とかやってると思うから、その LINE から見てくださったりとか、知らない人に見てもらえたら嬉しいと思います。で絶対に絶対に見てくださいね、みんなが楽しみにしていると思うのでね、お願いします。好きな曲で、好きな曲はいっぱいできました、なんならもう泣きそうになるぐらいな感じでいいと思います。ブログ見ました、ありがとうございます。16人でも深さしかめさん、ありがとうございます。でもいろんな人も見てくださいね、私も見てください。ご飯は食べれてます、もりもり食べてます。ブログ読んでくれた、ありがとう。そう、毎週5日に1回ね、今も書いているので読んでください。いろんな、別になんだろうな、毎回ねいっぱいいろんなことを書いているので読んでください。そう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 ね、ツイブログそうかな、そうですかね、わからないけど、でもなんか SKE にいる以上、なんか何の活動をするにも SKE のためにあのなりたいって思うから、そうですね、自分がどうっていうより、なんだろうな、そのなんだろう、なんでしょうね、知らない人に知ってもらえるきっかけが一個でもあった方がいいなってもちろん思うし、いろんな先輩がそれでね頑張って くださってると思うし、例えばおるーさんとかはなんか熊本出身だから熊本でもあの活動をしてるじゃないですか、なんか大使になったりとかして、でもそうしたらさ、なんだろう、名古屋でしか知らなかった人がおるーさんがそのお仕事でなんか熊本に帰ってお仕事をした時にその熊本の人が知るじゃないですか、そのおるーさんのことを、おるーさんのことを知ったらなんかそれでちょっとネットとかで調べてくれて、で SKE っていうのを知ってくれて、
それでまた SK の公式サイトを見てくれて SK を知ってもらえるきっかけになるじゃないですか。でもその熊本のなんか大使とかをしなかったら、そのもしかしたら知るきっかけはなかったかもしれないし、その愛知だけにこうだけじゃなくて、もっと大きな、なんだろう、いろんな人に知ってもらいたいなって思うから、それは私は今ね、そのためにね、なんかなればいいなって思いますね。そう、すべては SKE に還元できたらっていう感じですかね。私は今 SK の中で中国地方の出身が私しかいないんですよね。びっくりすることに80人ぐらい今メンバーいるんですけど、 SK にはねいるんですけど、80人の中で広島県出身が1人しかいなくて、中国地方もねいないんですよ。岡山県も山口県も鳥取県も島根県もいなくてそう、広島県も私しかいないから、そう、なんかこういうその野球好きとかということでなんか知ってもらえたらいいなってそう思いますね。そう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 、こんなに人数がいるのに広島県出身は私しかいないから、例えばこの前のカープのことだったりとかしたら、そのスポーツ新聞なので、あれはスポーツが好きな方が見てくださって、広島県でも発売されるものなので、そこでなんかいつもはあの東海地方とかにあまり来ない人とか知らない人がその新聞を読んでくれて私のことを知ってもらえたりとかしたら、なんかまずはなんだろうな、この女の子誰なんだろうって思って、普通に名前がちょっと載ってたらで検索して、で SK48 って出てきて、次に SK48 を調べてくれると思うんですよね。だからなんだろうな、そういう思いでやっているっていうのをファンの人に分かっていてほしいなと思ってね、ブログを書きました。うん、まあ本当にね、なんだろうね、なんかね、昨日も言ったけど、なんだろう、本当のなんかどういうふうに思ってるかとか、どういうことっていうのは本当になんか、なんだろうね、何でもそうだけど全部が全部表面化して見えるものではないので、それが全てだと何事も思わずにね、してなるといいなって思うね。そう、本当にね、私はなんか平和な人間なので、なんかなんだろうな、何がいいとか何が悪いとか、どっちが悪いとかどっちがいいとか、本当に好きじゃなくて争わないことが好きですね。こういう性格なので、なんかファンの人もこういう性格でいてくださると嬉しいなって思いますそう、本当にね、平和にね行きましょう。素晴らしいことですよ、本当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 にね、ね、全然全然広島行きって言ったら怒りません怒りません。すっごいよく言われる。でもなんかなんだろうな、取材とかでもなんかよく聞かれたりするな、広島焼きって言ったら怒るとか。うん、どうでもいいなんて呼んででもいい別に、うん、なんか関心ない、別に自分がお好み焼きって思ってたらなんか考えたことなかった。別になんか広島県どうなんだろうね、他の人はどうなのかな、別にもうわかんない。そんなことで怒ってたら人生大変だよふさんはあまりね、なんかそういうのにね興味がないんですよ、そういう争い。もうなんか自分が良ければいいですよ、
って思うね。どっちでもいい、どっちでもいい、食べれれば美味しいから。お好み焼きなんてね、大阪も美味しいし広島も美味しい、どっちでもいいです。口に入れば一緒だから両方好き。そう、両方好きです。ちょ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 、ね、そんなん美味しければいいじゃんね。ね、そう、美味しければいいの。美味しければいいんです。あれ15分経ったのかな、これわかんない、出てないっす。椅子なんか椅子ちょっと椅子に座ると、椅子あら、テロップが出たって。なんか出ないから気づかないんだよね。でも話してるじゃないですか、こうパチ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 じゃない、もう擬音語がわからない。私はなんていうの、あのわーわー喋っているじゃないですか、こうやってテロップが出ないからさ、何日ですよっていうのが。だからもうなんか立ってるかわからないんだよね。コメントしてくださってるかもしれないんですけれども、なんか話してるとなんかあんま集中できないですね。あ、でも出たなし。今は何時だろうかわからない、時計も見えない。切りよく終わりたいけどわからない。切りってなんだ、今何時だ、今何時、11分か。じゃあ15分になったら教えてください。あと4分やります。キリいいので、キリよく終わりたいので、じゃあ15分になったら終わるね。絶対に教えてください。あと4分ぐらいですね。15分になったら終わるので、あの15分になったら教えてください、時間を。私にお座りください。カレー食べたいな、カレー。あ、でもこの前カレー食べたんだった。セブンイレブンの新しいね、なんだったっけな、なんかお弁当が美味しいですよって私なんだっけな、メールで紹介したんですけど、なんか商品名がわからないって言ったんですけど、豚ので、なんか教えてくださいって返信がいっぱいあったんですけど、あの豚キムチ丼みたいなやつですね、確かそんな感じ。でも正しいあれは分かりませんけど、豚キムチご飯みたいなやつです。セブンイレブンのあれは非常に美味しいです。食べてください、みんな。美味しいですので絶対に食べてください。あと麻婆豆腐とチャーハンが半分半分になっているやつは、私とミッさんと川島のおすすめ、3人のおすすめです。私はあれをお昼ご飯に食べた日、夜ご飯を食べませんでした。誰かも食べてないけど、誰か忘れました。本当にお腹いっぱいになるから、なんか夜ご飯の時間になってもお腹が空かなかったです。美味しかった。あとはセブンイレブンのなんかプリンが美味しい、プリンじゃない、あ、プリンが美味しいです。イタリアン、プリンが美味しいです。あとは最近のおすすめは何だろう、クッキーのアイスクリームが美味しいです。あとは何かな、あとは忘れたけど新しいんですよ、前からなかった、最近に出たやつが美味しかったですね。あとはちょっと忘れちゃったんですけど、昨日美味しかったです。あとなんかもうちょっとしたらスターバックスでなんか新しい
味のやつが出る。やっぱ秋はいいですね。よかった12周年が秋でもしさこれがなんかなんだろうな、春とかだったら、え、なんて言ったらいいの、なんか12周年のこの忙しい時期が秋でよかったって思う。なんかすごいやっぱりさ、あのリハーサルとかレッスンとかですごいあの動くから食べても食べても大丈夫なので、だからなんか秋は美味しいものがいっぱい出るじゃないですか。だからさレッスンをたくさん頑張ったりとかしていっぱい動いてで食べて動いて食べてってできるから、新しい商品とか美味しそうな商品を全部食べれるんですよ。でもいつもだったら無理ですよ。こんなに忙しくなかない中でこんなにあのいっぱいバクバク食べてたらもうあのトトロになってしまういますけど、なんかこの忙しい中なので新商品がすぐに出ても食べられるし、バクバク食べてもそれ以上に動くのでね、良かったです。それはちょっと良かったですね。あ、15分になったので終わります。皆様バイバイ急に終わる、バイ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 、ありがとうございました。バイバーイ。